5回開封大好きパイオニア決勝戦、今回はあ何対何だったっけ、忘れたの。じゃあ俺ねカメラをその見ることに集中してて、片方がロータスで片方が白タン人間、あ白タンか、白タン人間、あ結構相反するデッキですね。まあそうですね、まあ、ロータスが、うん、全員がガード下げてるから、昔ってあのサイドに、まあ、イゼフィニとかの対策も兼ねて減衰球が結構2枚ぐらい取られてきたんだけど、うん、もう最近みんな取らなくなったから、うん、そしたらもう緑金の人、緑金の人上がってきてるわけですね、ロータス。かなり相性悪そうだ。そうだね、まあ基本的にマグロだからね、そのロータスが何にも手出してない。まあでも一応バーディクトとかは打ってくるから。でも、待って、4ターン目ぐらいまではさ、うん、もうノーガードでしょ。だからその4ターン目のバーディクトまでは基本ノーガード。で、バーディクトってそんな入ってるの？バーディクトは入ってないと、だって死んじゃうからね。え、基本4積み。基本的にロータスって5キルなのよ、うん、5ターン目に、うん、だ3ターン目ロータス置いて4ターン目にコピーして5ターン目にコンボっていうのがまあ基本ルートなんだけど、まあなんでその当然4ターン連続で攻撃みたいな死ぬデッキが死ぬ、死にますね。だからまあバーディクトをそういうデッキには打つっていう感じです、ね。じゃあバーディクト、え、でも4積みとかではないでしょ。4積みとかじゃないかって。引けない可能性もまあまあ全然ある、まあ、基本、まあ、基本コンボにもう全振りしてるから、ね、5ターン目に絶対に倒すっていうことを 主軸に置いてるから。で白ターン兵士なんかそのマグロ相手にはさ、うん、もう5ターン目なら4ターン目にはさ、まあね、そうだね、まあ、エーデリンが出るか出ないかでだいぶクロック変わるんだけどね。そうエーデリンが露骨にパワーが、ね、ラバルマスターみたいな感じだったんですけど、というわけで、まあ、気になるそのね中身を見ていきたいと思います。以上、はい、ってロータスコンボ知らない人のためにあの仕組み説明するか。ロータスコンボでもロータスコンボね、あのね確かにちょっと分かりづらい、まあ、まずロータスコンボってロータスってなんやねんって話で、そうまあスイレンの原野、原野スイレンの原野、うん、3マナ出る、3マナ出るけど好きなよ、3マナ出る、タップインで出た時に土地を2枚サクって、うん、タップインでひねると好きな色3マナ出るっていう。だ普通に考えたらコスパ悪いのよ、まあ、3ターン目に置いてそうタップイン3マナ出る、うん、しかも同じ色しか出ない。そうそう、だからいやあの別に土地3つありゃいいじゃんなんだけど、まあ、1個にまとまってることによってその土地をアンタップさせるっていうカードを、まあ、もろに恩恵受けれるから、例えば2マナで土地をアンタップするってカードはやっぱ要は1マナ浮くわけ、うん、そうだね。マイクやるのがその辺の2マナで1個起こしたりとか、うん、あと5マナであの2個起こしたりとかっていうのがあるから、ね、そうそうそうで5マナであのそのドローと2個起こすみたいなのが熟慮あのフラッシュバック付けのところだ熟慮じゃないんだけど、やべえ、どう忘れした、熟考、あ、熟考だ、熟考、うん、で10校とかで本来2個しか土地置けないけど、まあ、あの原野があったらマナ増えてるって、ね、6マナ、なんかマナ増えて手札も増えてる、うん、意味わからん状況で、まだここまで行ってもいや別にあのそのマナ増えてどうするのだけど、まあ、マナ増えた先に、まあ、あのとんでもないカードで終わるってことで、ポンポン原理ですね、ポンポン原理打って勝ちっていう、そうだね、ポンポン原理で持ってくる3つってもう決まってるけど、大体決まってる、全地と、うん、なんだっけあのまあでも状況によるんだよそれも、まあただほぼほぼよく持ってこられるのが全地と、なんだっけサーチ、あのハンド捨てて3枚手札、ああ黒いやつ、そうそう持ってこれるやつと、うん、まあ、あと1枚がなんか結構状況によって変わる、なんかリーヤだったりとか、うん、また、あ、何にしても要はどれ選んでももう1回ガチャガチャ始まって最終的にはまあサイドの特用の接近で勝つっていうのが多いですね、うん、すごい、なんか本当になんかあのその中間を教えてくれよって感じだけど、まあとりあえずまあロータスコンボです。ロータスコンボはまあそういう動きです。白タンは分かりやすい、まあこのなんだっけ第4回とかも確か白タンのミラーマッチとかも、白タンはね、うん、みんな結構、うん、小粒でグワーってなるんだけど、まあ一番分かりやすい、うん、まあ、それは強いだろうっていうデッキです。これどっちがロータスが、ロータスはねあのフォースオイルのプレーマップ、フォースオイル、じゃあ見ていきましょう。これちなみにね、あのもう今マリガンやって、で、あのロータスがだけワンマリしてる状態、うん、まあ、ロータスが7枚でキープすることなんかほぼないから、うん、そうだね、基本マリガンして、うん、逆にロータスに7枚キープされたらもう負けだよ、大体、うん、ロータスコンボっていうのは非常にピーキーなデッキで、あのもうマリガン必須みたいなデッキだから、うん、だから、モダンのトロンとかもそうか、別にトリマリしてもトロン3つ揃ってるはずだけど、大体。まあそうだね、まあ取り回りしてもね、トロン3つあればだともうトップしたカード全部使えるわけだから、うん、そんな感じだよね。
ワンマリワンマリだから結構状況いいんじゃない。え、後手だっけ先手だっけ。先手はね、大きく変わるよ。シーや白タンだったと思う。大きく変わります。白タンが一応サリアとか、あ、違った、ロータスから始まった。お、これはじゃあ相当いいんじゃないか。バーラゲドのワンマリでさ、このスタートは結構幸先いいというか、ここでだから何してる。でもさ、ミドミドしか出ない、結構やばい。しかもミドミドしか出ないことは森の戦術も今半端にないってことでしょ。あれ、これ意外とこのまま終わる。ミドミド、ここ戦、え、ここでミドミドってことは、これでも絶対今引きだよね。おお、あ、違うか、今引きでも土地、家賃は今引きだな、絶対。そうだね、今引きだね、さっきやんない理由ないもんね。さっきやんない理由ないな。いや、ないはず。でも銀屋と、まあ、ただこれが結構ね、いい壁なんですよね、うん、03って、ね、03だから、まあ、しかもどんなでかいやつでも1回はチャンプできるから、うん、これがだから要はその5ターン切るに間に合わせる重要な、うん、しかも土地も加速してるから一旦進めた上でブロッカーも出してるからね、まあ、対ヤグロとかに対しては非常に強い。しかもこれ到達もあったっけ。到達も確かあった、あるわ気がする、うん、だからもう本当にね超重要な一手、その早いデッキに対しては、ね、これはあれ、え、あれ婚礼の発表ですか。これが最近結構白ターンってまあ基本的にさ、うん、クリーチャーグロデッキだからまあ落道とかに不利なんだよ、うん、なんだけどまあその落道とかに対しても結構強いパートとしてまあ息長く戦える、うん、ただ逆に言えばこういうデッキに対しては単純に遅いだけだから、あの噛み合ってないっていう。ロータス側は本来今コンボいけるターンだったんだけど揃っていないっていうか。でもあのアンタップ君をサイクリングしないで戦場出してる状態っていうのはちょっとこれ厳しい状態だと思ってる。まあだいぶ厳しいんじゃない。あんまこいつ着陸しないもん。だからセカンド今ってさ、これ使えばさマナ、うん、6マナぐらいとかあったのかな。なんか5マナぐらいか、ないお、そしてあの新しい兄弟戦争から出てきた。でもこれ意外と使いづらくてさ、白タン側ってさ結構平地じゃない土地入れるのよ、その変わり谷とか、うん、あの栄冠城とか、うん、だからね意外と殺せ、あれでさシェオルとか意外と殺せないの普通に。そうだろうな、全然4ターン目のシェオルが全然殺せなくて、うん、結局そのシェオルのせいで負けるみたいな、よくある。まあとはいえ1万で除けれるからね、まあ、この状況はさもう、うん、スタンダード版ソープロみたいな感じで使えるけど、もう 4ターン目には4マナ以下全部追放できるんだから。意外とでもね、モダンだとねアーデンベールが入ってたりとか、ね、いやこれ厳しいですね。あのだいぶあのスムーズに引き殺されそうになってきてるけど、これでも白タン側は相当きついはずだけどね、この速度感だと、まあね、余裕で間に合ってないから。そうそうそう、ただあの土地詰まってるのがなんか動きが全然ないから、そうだね、やっぱエーデリンがいないとそのゴリッと減るところがないからね。そうそうそう、ない、まあ、あとここで副官とか出てくれば一気に打点上がるんだけど、うん、これ野心家とこいつらだけじゃない、まあ、これがひっくり返ったらね世界は変わるけど、うん、さすがに受けられないということで5点をブロック。だから多分まあラストターンなんだよね次、うん、ここでブロックしてもしなくてもこれはあのトークン殴ったり一応打点通ったけど、婚礼でさ、うん、ドローよりも11トークンの方が欲しかったっていう。だそうだ、次のターンでフルパンで勝ちたから、うん、打点的に。でここはだからもうラストターンだから動かなきゃいけないということで、うん、まあ、一応ちょっとロータスのガチャガチャタイム、ガチャガチャタイムだからだいたいこういう感じでさ、うん、何を何マラ出しますみたいなのをね、サイコロ置いてやるの、まあ、これストームとかでもおなじみだからな。その今何マナ起きてるかっていうのストームでもあれストームカウントも結構そうそう両方やる、両方あるからストームカウントと色マナが今何個あるから。ストームってでももういなくなったね、もうダメ、いなくなったな、いなくなったんだ。特に何も弱体化してないと思うけど、そういうゲームじゃなくなったのかな。あれでもなんかね、明確な理由あったと思うけど、それ考え出すと時間食うからちょっとこれ見よう。まあとりあえず、まああの、まあでもなんとかなりそうな。まあディグってるからね。ディグってまだ3マナ浮いてると。7マナ、7枚見て、反動から、そっから2枚入れられた上で3マナもあるから。ただ3マナって意外とね、まあでも、糸を打てるしね。でもそう起こしたら変わるから。2マナ使って糸を打てば、うん、ロータスと、まあただでもやっぱね、ロータスとってやっぱ2個ないと、ああそうだね、そう爆発力がやっぱ大きくかけんだよね。基本的に土地2個起こして、なんかしてっていうのを繰り返すから、マナが増えないんだよね、ロータスが1個しかないと。
か、ここからだから飛ばした上で舞台とか持ってきて、さらにもう一回増やしてみたいな感じでやってるわけですね。これ基本走り出した時にさ、どれぐらい完走できるかどうかが定かじゃないコンボだからさ、お互いに気が気じゃないよ。てかだから これは、なんだろう、その行けるから走ってるわけじゃなくて、もう行くしかないから走ってるパターンです。だからでもこの状態お互いにさ、いやこれ走り切られんのかな、走り切れんのかなじゃん。でも大体基本的に見切り発車だけじゃん、これって。だからそう、走り切れないことの方が多いんだよね、こういう時って。もうだって あとこれ起きなかったら終わりだから。これもだからもうあの使ってる人はさ、熟練だからさ、ールートは見えてるわけだよ。これ引いてこれ引いてこうすれば繋がるっていう、でそこに向かって一直線進んでるんだけどさ、これ使ってない側からするとさ、そうだ、ね、ルートが分かってないからさ、これは今なんだゴールに近づいてるのか、あるいはその遠ざかってるのかどっちなんだよ。あ、でも今原野引いたから、原野引いたからちょっと進みそうではある。原野、そうだね、原野を、え、セットはしてないもん。してないしてない。だから原野を置いて2個サクって、この2マナで糸とかやれば6マナ生み出せるから、かなりゴールには近づいてますね。でもこれもう向こうの打点を計算してる時点でこのターンいけないってことじゃない。いや、受けれるかを計算してるってことでしょ。これ今17点、ちなみに受けれないですね。今これ1個ひっくり返ってるもん、うん、1個ひっくり返ってるから全員1周節ついてる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 で、これが5だから、うん、実6だ、もう20点ある。場面20点あって野心家の2個まで控えてるから、うん、絶対無理ですね。ラス5を打つか、もうこのターン走り切るかしかない。あー、畳んない畳んじゃった。え、ロータス引いたんじゃないの。あ、でもロータス引いたけどあれか、起こすやつがなかった。起こすやつがないから、糸かあれがなかったってことか、糸、うん、か自信がなかった。いやここは、まあでもロータスがやりたいことは伝わったじゃない、その視聴者側に。そのまあ、ああやって感じでマナーを出しながら反動を入れ替えてってマナーは増えるんだよね。いや、これリスナー側からしたらさ、いや本当にこんなんで最後勝つのかって思うよなんかこんなんでなんか、まあ、そうだねもしかしたら勝つところを次見れるかもしれません、うん、まあ、というわけで2本目いってみましょう。まあ、これではマリガンチェック入るんですけど、サイドチェンジで、今度は、あ、今度もさっきもそうか、ロータス側が、うん、そうだね、一応スイスラウンド上位の方が先手なので、で今度は負け戦でロータス先手、ロータスが先手で、マリガンどうするか。まあ案の定、基本マリガンするけど、うん、基本はマリガンするもんです、ロータス側は。まあ、でも、まあ、白タン側ってさ、サイドからさ、何が対策で入るの。白タン側は、まあでもさっきみたいな、あの婚礼とかはさ、やっぱあんま速くないから、うん、まあそうだね、遅いから。でもなんだろう、なんか速い、俺白タンのサイドって意外とあんま知らないんだよな。救出専門家とか、ほぼラクドサイドに入れるとかはやっぱ、うん、なんだろう、白タン側のサイドあんま選択、でもそれこそさ、あもし減衰球とかは取ってたらやばいよね。単色だから取りやすいけどね。でも減衰球って自分の動きも結構阻害するけどね。白タンって、まあそうだね、展開的にアクションとか全然取るからさ、対策だけど自分の首も結構締めそうだけど、まあ、正直サリアとかをガン積みして殴るのが一番強いみたいな。あ、でも最近ね、あのサリアのさ、あの3マナの方のサリアもある。見てた、あれも結構ね、見るね。あれ基本土地以外がタップインで、もう一個乗るかクリーチャーもタップイン。そうだね、うん、だからまあ壁が出てこなくなるっていう、だ結構あれも対策になるかもしれない。でもあんまないんじゃないとか、まあ別にもともと有利っちゃ有利なのか、相性の白タンが。まあ、ただその単色でさ、そもそもサイドボードそんないろんな選択肢取れないから、うん、まあ、減衰機は入ってそうな気するけどね。入ってんの、リストでもあるわけ。リストあるけど、ちょっとあのね、これ iPad を使ってるから見れない視聴者の人は見れる、見れる、うん、概要欄から、概要欄からこれね、あれ、あの取り回りしてんの。取り回りした、まあでも取り回りしても勝てないデッキではないよ。普通のデッキは取り割りしたら、うん、まず勝てないけど、だって手札4枚しかないの、うん、でもこのデッキはさっきみたいにさ、うん、トロンみたいにさ、トロン3枚揃ってりゃいいわけだからさ、うん、そういうこともあるんで。でもね、もうほんとこれぐらいしか残ってない。あ、まあ一応原野、これがロータスとかだったら、そうだ、原野をしかもインパルスだから、そうインパルスで原野持ってきてみたいなので、これ全然強いよ。これ4枚だけど、うん、だって1枚さ7枚でキープしても、うん、結局この4枚があるか否かみたいな話だからさ、うん、そうそうそう、
あ、もうこれ超強いよこれ。まあ、ただあのでもまあさすがに動きはいいけども、これはもう有効杯じゃないのよ。あ、有効杯じゃない、さすがにね。さすがに有効杯じゃないのよ。でももはやさ、土地でも有効杯じゃんこの状況。まあね。あ、もうこれも超強いよこれも。これだってもうロータス2枚も揃うわけだから。まあ揃うけど次のやつどうやって出すんだよって話よね。違うあれ、あ、舞台、それ舞台があるの、うん、うん、だこれはでもうトロン完成だよ実質。もう何引いてもいい、うん、まあ、ただ意外とこういう時にあのどうでもいい土地ばっか引いたりとすることもあるんですけど、これだから次のターンコピーして、うん、しかもまあ20点まだライフありますし、うん、まあ、ただちょっとサリアがねちょっと邪魔くさいですね。超絶邪魔くさいね。ちょっと邪魔くさいですね。まあ、ただねマナさえもう潤沢に出れば、うん、あれですか、ね、サリアなんか別に1万なんか余裕で払えますよっていう状態になるから、うん、ただね走り切る上でちょっと面倒くさくはなる。まあ、一応ロータスになりました、なりました。これは一応2マナタップだっけ、うん、2マナタップで土地に化ければほとんどロータスに向けます。ただもう刻々と死が迫ってきていることは、だでもエーデリンの、そうパンチが、エーデリンをとりあえずあのテナガザルで優しく受け止めてあげる必要がある。あー、エーデリンがね急に加速するんだよねクロック。あ、だってあいつ自身がさ、その縦横どっちでも攻めてくるから。そうそう、バニールクリーチャー分ってさ、あとさこいつさ、あのこの平地持ってこれるさイニストラードのやつ、地味強いよね。地味強いだよ、地味強いだよ。特にこういう白ターンのデッキなんかさ、大体土地2とかでキープしてさ、うん、3マナでも絶対欲しいみたいな。あのこいつの変身って一応さ、あれ周回達成しなきゃいけないんだよ。あー、でもこれ展示することほぼないけどな、大体がこの平地を持ってくるマン。いや、ただなんかさ、やべこいつ変身するかもって考えながら戦ってた時に、あ、これ周回達成しないとしないわっていうのなんか気づいて、エーデリンで、エーデリンと副官のこのコラボ、えげつない。これえぐいよな、毎回まあ、一旦殴るだけで副官はでかくなるみたいな。副官とエーデリンがね、ちょっと次元違うよな、そのクロックの質というか。今ので、当然エーデリンはブロック、エーデリンブロックしなかったら死んでるからって、なんだろう。こいつね、俺後ろから見てたけど、あのね、もうハンド1枚は、あのね、不要牌なのよ。不要牌なんだ。で、これだったかな。3マナ浮きで1回回すって感じ、これ。おせえじゃん。あ、ご存知、普通にセットとか。そうそう。で、最後のハンド1枚がディグなんですよ。もうこれ、さ、これ何マナディグ？3、あの、サリアのアリエテさん、5枚、あ、違う違う、5マナか。今、浮きマナ0。浮きマナ1、2、3、4マナと5枚ってことか。そう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 。3、4、5。あ、本来8マナだった、これ。4マナと5枚。これ、だからサリアがいなければ、1マナ浮いてるから結構世界変わるんだよね。サリアが結構いい感じで妨害しておりますと。でも全てを使い果たしてのディグはかなり熱い。もうこれラストターンだから、ね、こんなの防げるわけないから、まあ、ただここでバーディクト引いてくれば全然まだあるっていう。マナ土地を起こしてバーディクトみたいな、むしろ全然そうだ、ね、大逆転だから。上の名前にバーディクトさえあればだけど、まあでも打てねえんだよバーディクト。だからまあ起こして、ね、うん、地震とかで起こしてバーディクト。いや、このサリアの位置が超効いてるな。だ、超効いてる。だから今これさ、うん、一応4マナ出るわけだよ、ね、うん、4マナが出る状態だからだったら5マナなんだよ。5マナあれば、お、起きた、起きたぞ。これならバーディクトが、バーディクト一応打てる、打てる。浮きマナ1プラス、うん、ただ引いてないな、引いてないな。青4出してる時点で引いてないな。青5。でも青5っていうことは本来だったら打てるんだけど、でも10個も打てない、打てないんですよ。だからこれサリアが相当効いてるのよ。あ、でも起きた。で、糸も一番多くなっちゃってるから。え、てか糸さ意味なくね。いや意味はあるよ、だって6。あ、そうか、そうか、そうか、そうだ、意味はあるけど、本来だったらこれ3マナ浮きとかで打ってたわけだ。だからサリアがめった、これサリアがさ今唱えるために1個削ってる。あ、でも10個きた、10個前きた。あ、10個前きた。でも10個だ、増えてないんだよ、マナがサリアのせいで。まあそうだけど3枚、そうだよね、まあ、2個起こす。実質ただのフリースペルとして、フリースペルの要は3枚見て1枚捨てなんだけど、ここに、いや、これサリアがマジでサリアいなければこれね、いくらでもねルート取れたんだけど、サリアがいるせいでだいぶルートが限定されてるんだよ。でも1回曲がることに1ハマってるから、ね、うん、これマナ増えてないからね。本来だったらこれマナ増える行いなんだけど、サリアのせいでマナは増えないっていう。本当
当はまだまだ迂回できるけど、このターンにサリアが奪ったマナの数えげつない、うん、サリアで何マナ要求されてるの。お、緑を出したということは、緑を出したということは、え、コンピューゲーム打ってなくないで、バラゲドで、まあ、4バラゲドも4マナかかるわけだよ。あ、サイクリングくん回収してもう一回ひねるみたいな感じか。まあ糸じゃん、糸は無理だろ、糸打てねえな。だってこれパーマネントしか入れるもん。そもそも違うね、サリアって2マナ、ああ違う、今あれか、ロータソケドか、うん、だから4マナで糸糸はサイクリングだから一応サリアに引っかかんない、うん、唯一の抜け道。あー、ダメだったまあこれでもだからバーディクト引いてれば白白白出して打てるわけ、うん、あ、でもてかね、多分まず最初の段階で、あの探索の段階でドロー系とかを本当はあの選べたけど、いやだからサリアのせいでそれ選んでも前に行けないんだよ、ね、前に行けないから、だったらそれでも一気に前に進めたんだけど、サリアのせいで迂回ルートを取らされて、ダメ、この道はダメです、ね、で迂回ごとにあの1万税金払わされるだからその距離走らされてるから、サリアがいやこの道通れません、この道通れませんまあというわけで、あのこれでも見てる人からしたら何のこっちゃ分かんない試合だったの。いやでもあの多分ね、ロータス勢からしたらね、死ぬほど痺れる試合だったまあそうだね、だまあ取り回りして、でしかもあのね、全部使い果たしての探索だから結構ね、熱い探索であるよ、あの探索は。俺が痺れる、サリアがどれだけ邪魔をしてたかっていうのがね、うん、ちょっと伝わるとこの試合は面白くなるかなと思う。だから初手がね、確かね、その島、母星獣、猿、インパルス、おー、じゃあ超強いね。で、あとロータスがあれ最強だね。で、トップしたのが、あの、トップしたのが、なんか母星獣とかで、で、まあトップは弱かったんだけど、インパルスでロータス。まあ、大体見くれるからね。うん。最低でもまあ、ゴリの戦術とかは見つかるから。だから多分ね、不要ドローはね、あの母星獣一回引いたぐらいなのよ。で、それ以外は、あの、サイクリングくんとかだったから。まあだから本当に取り回りしても、全然、取り回りして勝てるデッキなんか、これぐらいじゃないか、普通に。まあ、ハルヘリウムとかぐらいか。あと最後もあの、まあ、探索かバーディクトどっちか引かないと終わりっていう時に、まあ、探索引いたから、うん、おつっと思ってバーディクトまでたどり着いてたらまだ試合は続いたけど、うん、いやそうだね、いやー非常に惜しかったね、ちょっと一回完走ルートは見てみた、見たかったね、そうこうなるんだよどうやって勝つんだっていうのはね、でもまあある程度一応ガチャガチャしてたから、あ、そうだね、あれで基本的にはマナ増えてて、あのサイドから服の接近持ってきて勝つのがメインで、サイドはただサイド戦はね、そのコンボルトしててるらしいんだよね、なんかそのザカマをキャストするっていうところに行き着くらしい、そのこういうマッチアップ、あ、なるほどね、まあそのクリチャー焼き放題だ、そうガチャガチャしてザカマ出して勝つっていうルートになるらしいからね、そこがまた見れたらよかったかもしれないけど、そうね、それは見たかったけど、まあ、それはまたあの次の機会ということで、これちなみに今回の大会、俺が久々に出たんだ、あ、そうだね、3大会ぶりに出場して実質3連覇を狙いに行ったんだけど、ちょっとあの、これのがさ、コンベンションの前週にあってさ、過去一ちょっとハイレベルな大会でさ、そうね、なんか普段来ない人、普段来ないようなさ、あの人とかもいっぱいいて、まあ、多分来週のさ、チャンピオンズカップファイナル出ますとか、プレアコンベンションのオープン出ますとかっていう人いっぱいいたからさ、その過去一レベルの高い大会の一応勝者がシロタン、そうね、連覇という形になりますか、シロタンはこの4つの大会に、ね、うん、今のところあのメタ相当上位で、そうだね、うん、だからもう次の第6回ではもうシロタンメタをしに来たラクドスとかがうじゃうじゃいるわけ一応あのね、なんかそのアーキタイプの分布やったけど、あのシロタン多かったな、あ、まあ、結構シロタンってあの安く組めるって、ね、あ、そうそうそう、シロタンマジでね、可愛い谷以外むちゃくちゃ安いよ、安いな、谷4枚あればね、できると言っても過言ではないぐらい安くて、うん、しかも強くて、うん、でまあ分かりやすいしデッキも普通に、やっぱ精霊への挑戦がね、パイオニアにおけるあの非常にパイオニアだよな、まあだね、一番であんな気持ちいいカードないから、ね、普通に膠着してもあれで突破できるから、うん、シロタンはかなりね、初心者にもおすすめだし、うん、いいデッキですね、そうですね、まあ、ゆえに多いんで、うん、次からは相当マークされるかもしれないですけど、マークされるとしたらそのなんかラクドスに弱いのか、ラクドスに、まあ、基本的にああいうクリーチャーデッキにはラクドス強いとされてるから、うん、まあ、ラクドスとかじゃないかな、強いのはラクドス、まあ、そうだよね、うん、なんかあのこのデッキに対してサイコツの巨人とかえげちない、そうそう、だから俺普通にさ普通それこそだから取り回りしても、うん、あの土地
土地に採骨、採骨キープで巻くったこともあるもん、うん、で焼かれて壁出てる意味やがない絶対に採骨が認知効果で取るの、うん、だから普通に取り回り土地に採骨採骨で巻くった。しかも採骨いいのはさ、ちゃんとパワー弱んじゃん、うん、あの脅威エーデリンもう相打ちできる。で、かといってエーデリンが殴んなかったらエーデリン何の仕事しなくて、そのまでにこっち土地伸びてカリタスが出てきたりシェオルが出てきたりでまくられるから。でもエーデリンもエーデリンでさ、地震が殴らなくても遠くに出るって言いかれてるな。まあそうだね、横っちょが殴れば、ね、すごいなあいつ。あれ、だいたいそういう時はあの横っちょが殴って遠くにだけプンって取られる。まあそうだよね。だからエーデリンが殴んないとあいつの本領を発揮されない。うん、私が行くっていう。いや本当にパイオニアとんでもない奴らがね、たくさんいる環境なんで、で、それに加えて、まあ、デッキもね、比較的安く組めるので、興味持った方はね、ぜひもう今週、多分この動画があった2、3日後だと思いますが、第6回があるので。第6回の手前にはこれ上がる予定なの、うん、そう、多分上がると思うので、よかったらね、皆さん第6回遊びに来てください。というわけで、まあ、第5回、開封大好きパイオニア杯の決勝動画でした。いかがだったでしょうか。今日の動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録&グッドボタン、そして第6回の参加よろしくお願いします。お願いします。でそしてまあね、12月25日、まあ、クリスマスには逃走者イベントが、まあ、今年最後にねあるので。逃走者イベントって初めてだよね。初めてですね。一応開封大好き名義でやる、うん、もう完全にもうだからもうどうなるか分かりません。どんぐらい人集まるのか。しかもクリスマスってさ、うん、予定あるやついるだろ普通に。いやもうクリスマスはもう大切な逃走者と過ごす日ですから、もう皆さんぜひ遊びに来てください。彼女を連れて、そう、彼女を連れてクローブベースにぜひね、うん、で彼女を見せびらかしてください。みんな、なるほどね。陽キャプレイができるわけ。そうだ、陽キャプレイができる、陽キャムーブができるわけ、うん、じゃあ、今日はこの辺で締めましょう。あとね、実況大好きGOのチャンネルも概要欄にあると思うので、チェックよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ皆さん、また次の開封大好きパイオニア杯でお会いしましょう。さようなら。はい。ラスオブベガス、現在ノートの有料記事でラスベガスの旅の動画を公開中。マジックサーティの会場の様子から刺激的なラスベガスの街まで多数収録。尋常じゃなく寒かったよ。今はでもなんか15ぐらいしかないけど、最高気温20万上がるかな。すごい。開封大好き吉弘のアメリカ初の旅が見れるのはノートだけ。ラスオブベガス、ノートの有料記事にて公開中。